おはようございます。大家早上好。いや、失敗は成功の母っていうのかな、元っていうのかな。その逆も言えるんですよね。成功が失敗の元というのもあるじゃないですか。その新聞販売所の友達のところに勤めるようになった中国の若者たち、ね、四苦八苦して少しずつ、まあ、間違いをしながらですね、少しずつ仕事に慣れてきているようで、そう、日に日にそのミスしなくなってきてるようですね。いや本当に嬉しいですね。最初はね、ここを入れ忘れてるとか、そこを言ってないとか、そこ部数間違えちゃった、物を間違えちゃったとかってあったらしいんですけどね。その都度その都度友達がね、走り回って入れ直したりとか、お客さんに詫びたりとかしててフォローしたんですけどね、少しずつね、自分たちも覚えて、だんだんミスしなくなってきてるっていうことなんですよ。嬉しいね。でも成功は失敗のもとっていうのは何かっていうと、成功うまくいった時に嬉しい あまりに慢心しちゃうよね。そうすると次で失敗するんですよね。うっかりミスっていうかね。だから何でもやっぱり慎重に、その都度その都度、何回もやってることかもしれないけれども、今は初めてだっていう気持ちで臨まないといけないかもしれないね。今日はこれから雨降るようで、空気中の水分が多くて花粉が幾分少なくなっているような気がします。それでも涙が止まらないね。それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに。2校の受講生を募集しています。対面でもオンラインでも結構です。無料体験レッスンもあります。興味のある方はご連絡ください。お気軽に。それではごきげんよう。さようなら。再见。